ウィリアム・ケリンはアメリカ合衆国の医学者、ハーバード大学医学部及びダナ・ファーバーガン研究所の教授、ニューヨーク・シュクイーンズ区生まれ。彼はその基礎医学研究により、ピーター・ラトクリフ、クレック・セベンザと共に2019年にノーベル医学生理学賞を、2016年にラスカー賞を受賞した。また2016年に、 米国臨床腫瘍学会の腫瘍科学賞を同年に米国がん研究連合の高松の宮秘賞を受賞した。彼の研究室は腫瘍抑制タンパク質を研究している。ケリンはデューク大学で数学と科学の学習を終え、そこで医学博士号を終えて1982年に卒業した。ジョンズ・ホプキンズ大学で内科医として専門医学実習期間を過ごし、 ダナ・ファーバーがん研究所で主要学の研究員となった。まだ学部学生の頃、自分は研究に向いていないと彼は思っていたが、ドフシーのデイビッド・リビングストンの研究室にいた時に、網膜目細胞腫の研究で成功を収めることになった。1992年に彼は、ドフシーで、ホンヒッペル林道病といったがんの遺伝形態を研究していたリビングストンの研究室の隣に、 自分の研究室を持った。彼は2002年にハーバード大学医学大学院の教授になった。彼は2008年にダナ・ファーバー、ハーバードガンセンターで基礎科学の副所長となった。ダナ・ファーバーで彼が研究したのは、がんの進行において、がん抑制遺伝子の突然変異が果たす役割だった。彼が主に研究してきているのは、網膜細胞腫、ホヒッペル人道病、 P53 ん抑制遺伝子である。彼の研究はアメリカ国立衛生研究所、アメリカがん協会、ドリス・デューク基金、その他の女性を受けている。彼はイーライ・リリーの取締役会の一員であり、がんに立ち上がれキャンペーンの科学諮問委員会の一員でもある。彼は乳がんが専門の外科医カロリン・ケリント1988年に結婚したが、 彼女のがんにより2015年に死別した二人の子がいる。ありがとうございます。